自分が悪いのに怒っちゃってるよ。マジですかよ。迷惑だったらやるよ、ちょっと。なんか暇じゃねえんだ。まあまあまあ。みんなやばい、動き出したり。よし、じゃあ。入社に乾杯。乾杯。こんにちは。お久しぶりです。まあ、今うちの会社っていうのは俺が面接して友人たちが最終的に面接するんですよ。まあ、彼女は可愛いから、まあ、行って面接受かるんじゃねえかと。先生見てたりするんですけど、腕太いじゃないですか。かっこいいと思って。大体みんな腕太いでしょ。大体そうですか。お前ちょっとサソリ、お前働いたのに、お前最初の前になんか、うわ、しめたよ。マジで現場一緒に行きたくないっすわ。なんか早速悪口。いや違う、多分仕事できんときめいちゃって、うわやば。じゃあ俺最初連れてっていいじゃん。いや全然どうぞ。マジ連れてくよ。はい、いいマジで行きたくないです。俺もマジで行きたい。いやでもいいよ、譲るよ。いや譲るよ。譲るよ。譲るよ。俺はおるからやっぱり。いや自分読まないです。せっかく今日、はい、仕事中喋らなくてこっち来て喋れるなと思ったのにここよ。あもう喋れない。わし喋れない。逆に。ガチテレして出すよ。ガチテレして出す。いや。働いていただくのは結構ですよ。結構なんですけど、ガチテレだ。自分はちょっとメンタル弱いもんね。ガラスのメンタル。もう砕けてますけどね。もう多分こいつ一番近いとる。めちゃめちゃピタッと。一定距離をしっかり保ってますけど。大丈夫ですよ。もう入りましたね。どうなの？どっちかが、あもう砕けたわ、砕けたわ、シンデレラがもうフィーバータイム終わったわ、もう12時も終わった。どういつまでこうやってればいいんだろうか。普通にできないんですよ。いや、無理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 。もう一人やん、これ。無理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 。どうやってんの？メニューでなんか顔隠して思ったけど。何してるんですか？いや、食べれるものを見とる。適当に来るから大丈夫。もうちょっと進むんや。しかも適当に来るから大丈夫ですよ。今から見とるだろう。ダメだ、俺今日ダメだ。おかげ、こんな先輩嫌だな。すいません、ごめんなさい。もう俺今日標的だわ、もう敵しかおらん。TikTok やってます。 TikTok 動画あげるんですか？ライブっすか？どっちもやります。どんな動画あげるんですか？ノリノリのやつ、流行りの音源使って、際止めのやつとか。いや、そういう下系、ピンク系はあんまやらないです。TikTok の名前なの？この名前はサソリの絵文字のマークです。絵文字で検索したら出てきます。フォロワーが今、フォロワーが4万4000。インスタもやってみたら、インスタもやってます。 TikTok から飛べる、 TikTok から飛べるようになってます。やめてください。みんなフォローしてください。ここにテロップで、ここにあるんですね。これ困るから編集さんが。はい、すいません。竹オカメに取られるぞ。いいっすよ。5ぐらい。読めるんで。じゃあ出れんじゃん。いや、やっぱ。うん。ダメ。ダメです。幻滅さするようなことがあれば、多分もう女として見ないんですよ。足が見えてるのがダメなんです。入ってきて一発目見えた瞬間、うわっ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 。
どういうことですか。え、ちょっとわかんなかった。何言ってるかわかんなかった。全然わかんないです。今目合いましたよね。おっと。なんかいいな。もうダメだここ。俺ちょっとあっち行こう。ダメだ。ダメだ。どうした。ケタク変わろ。ケタクここ変わろ。俺もう飯も食えよ。どうしたなんていうんですか、かっこいいとか言われたことないですか。そうそうです。そうでしょ。だから困った時の褒め言葉って優しそうなんですよ。ああ。ちょっと待ってくださいよ。こいつなんかすごい悲しそうにしてるんですよ。もうやっと終わったと思って。大丈夫ですか。こいつと友達っすね。もう会話もしてくれないじゃないですか、話しかけられたのに。見てください。見てくださいよ。いちいち顔赤くして。ちょっと、オカミに嫉妬してな。やっぱり、終わった。笑っちゃったんじゃない。いいっす、いいっす。大丈夫です。大丈夫です。絶対目見て話さないと。もうでも、あんだけ言われたら全然見れない。全然かいね。ずっとなのでやっともう本当にやられちゃう。みんなが本当くどくみたいな手だと思って。だから俺マジでしたと思う。マジでつまらしてる。もうもうマジで今日こんだけ集めて俺も無駄に。いやもうくどかれない。もうくどかれてますよ。あのじゃあ俺も黙っとたる。壁作ってる。私に助け求めないでもらっていいですか。ちょっと。マジかな。もっと行けよ。誰本当はもっと男をめっちゃくどくみたいな感じで撮るからくどくくどくって言ってこれ2回目なんですよ。全然やらんからさっきから出るよって。マジで寒いよ。マジでずっとさっきから弱い。全然くどいてください僕。僕優しい。何回前ですもんくっとる。マジで使えるちょっとそれムカつくよな。マジでニコ、ゼロすぎ優しい。優しい、めちゃくちゃ優しい。なんでそんな優しい。めちゃくちゃ優しい。ほら、人みんな集めて、めっちゃくどけよ、手を。で、私も今回見ます。お前だ、リュウジをくどいた。それは1回目だから俺も許したよ。なんでお前今またくどけよ。ちょっと寒いです。マジで。メンタル。プロがいてる。なんでお前が出すの。俺に聞こえよ、優しさ出すだよ。しかも目見てってください。それは思うだろ、YouTube やって。お前それでやってんじゃん。マジで寒い。いや、なんでそんな切れるのか意味わからん。じゃあそれは切れるでしょ。だってさ、お前も今回は絶対切る気だし。何それ逆に何怒ってんの。自分が悪いのに怒っちゃってる。恥ずかしい。いい年越えた大人は恥ずかしい。お前会社なんか働かんだろ。働かんのお前のためにお前ずっと俺喋っとくやんか。で、なんで俺が怒られんのか。マジで寒いんだよ。なんで私も怒られるのか。分かるんでしょ。だってほらうちでな働くのもみんな嘘だよ。まあ分かってると思うよ。え、まあ当たり前に働くわけねえよ。本気で働くそのうちに本気で働かんねえよ。なんで俺怒られない。なんでそんな怒ってるの。は謝って謝って謝らんと気がしまう。どう思う。俺が間違ったの。こっちが間違ったの。お前みたいに人が集まったの。なんでこんなそんな怒られんのか。俺なんかのチャンスは大丈夫。どっちがあるの。まあ2回目な、1回目知らないですけど2回目なんだとしたら。だって不適されるから、クソ女。こういうバカ女が嫌いなんだ。不適されとったら可愛いだけでも言うなら分かってるから。可愛いだけでもいいんだろ。泣け。ブス。ブス。性格ブス。顔可愛いだけだ。性格ブス。そんな言います。そうか。思う。俺は間違ってない。謝る。
無理なのに土下座した無理無理じゃないって、ここだけ人が集まってんのあなたは無理だよ、お前謝らなかったら全然金払わせるお前がやるって言ったんだろ、誰が言った言ったけど、でも言い過ぎ嘘嘘嘘消えてもいいんだよドッキリでしたお落ちはちょっと黙って切れんのいや、ちょっとさいや、切れて帰るか落ちかと思ったもう今帰るわけなかったと思ったもう大事だよね、本当に残ってるでも、たけさんと岡部さんマジ焦ってたからいや、俺はマジ引っかかってだってなんかやべえみたいな感じどっちかある2回目じゃあこれは本当ガチ言うわお前もっと切れろよお前マジだこれ俺名場面だよお前まあまあ振ったったでしょメニューでなんか顔隠しもう岡部なんかもうめちゃくちゃ見えるから超テンパってんだけど相の手がすごいこんな言うとか言ってるこんな言うとか言ってるそんな言いますかそうそうでもお前絶対ダメされてたろダメされてたキュンポンって俺にだって切れる練習までしたんだもんないやリハーサルもっとバカバカに切れた方がいいよもっとね声張り上げてちょっと見かけしやーぐらいのこと言った方がいいいや車の中で練習したのちょっと練習してみるサソリちゃん可愛いありがとうございます注意させて注意させて注意させて最初笑ったらどんどん切れてきゃいいんじゃあ俺今冗談でじゃない本気で言ったんだけどまだ切れるとこじゃないじゃあ俺の通りに行って俺の顔見て俺の通りに行ってこうやって言ってくれよじゃあ、まあ、手本見せるよハゲハゲアデランスアデランスチンポめちゃめちゃでかいかっこいい男それはいかんそれはいかんそれはいかんそこはいかんいける練習しようかハゲハゲアデランス男アデランス男お前何目よお前整形してんだよ何目で整形してんだよチューしちゃうぞチューしちゃうぞいいよじゃあ3回目誰か騙そう誰がおの他にもこんだけ集まってあと誰がおの逆に知らない人騙すしないこうなったら知らない人騙すな知らない人知らない人騙すなだから居酒屋で知らない人の前でこんだけ可愛い子となんか彼氏いるじゃん誰かの2人でガチ喧嘩してから絶対知らない人巻き込むな可愛いと止めに来るんちゃうねささるちゃんまあでもまあいいキャラだよねまだまあこんだけねまた次ちょっと第3回ちょっと誰かまた企画あったら騙したいと思います。もうなんか出たもんね、車が。慣れたら絶対私行けます。慣れたらいけますかな。お前言ったのか。じゃあ3回目、どっかの誰かを騙したいと思いますので。はい、じゃあ皆さん、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。また見てねー。